えー、こんにちは。気になる男シリーズ113話になります。前回は111話をお送りしたんですけども、高田さんの方で、ね、サムネイルを私が間違えて110話って書いてたのをね、修正していただいたみたいで本当ありがとうございます。で、今回113話になるわけですけども、いくつかキーワードを出しながら、それについて、まあ、一人 Q&A みたいな形でね、回答していこうと思います。 まあ、どこを切り取るかはあなた次第ということで、様々なキーワードが出てきますので、そのキーワードごとに、また一つ一つのね、動画コンテンツなんか作られちゃうのかなと思いますから、これをご覧の皆様はぜひね、アウトプットの訓練だと思って、自分の気になるキーワードを抜き出して、それでアウトプットをね、やってみてもいいんじゃないかなと思います。まさにね、ショート動画でアウトプットもできると思いますんでね。さあ、それではね、まず1個目のキーワードですけども、後でやろう、そのうちやろうっていう考え、これ誰にもありますよね。私にもあるんですよ。後でやろうみたいな感じね。 ただ、後でやろうっていうふうに思った時って、じゃあ、後っていつなのっていうことの答えを同時に私は設けることにしてるんですよ。例えば、後でやろうを明日やろう。で、明日実際にやるんだったらこれ問題ないんですよ。後でやろうっていう感覚で、その期限とか、その後の期日を設けてないことが問題なんですよね。で、私の場合は大体ね、後でやろう、そのうちやろうと思った瞬間、すぐに、じゃあ、後っていつって決めることにしてるんですよ。それが大体1分後とか10秒後なんですよ。ね。後でやろう、そのうちやろうでしょ。 だから10秒後とか1分後って決めてたら、もう気持ち切り替えられるんですよ。10秒経ったらよしみたいな感じですよね。1分経ったらよしみたいな感じですよね。もうそれで結局、 客観的に見たらすぐやってるようには見えると思いますけども私なりに気持ちを切り替えて今までやってきたことを整理してはい1分後ですよスタートですよ10秒後ですよスタートですよっていうふうなスイッチを入れることにしてるんですよねこれが私の後でやろうそのうちやろうという考え方の回答になりますで2つ目 YouTuber ですよね YouTuber っていうのはね私はねクリエイターだと思ってるんですよただ動画を作る作業をする動画編集者ではなくてですねえー、YouTuber という クリエイト作業をしてると思いますのでやっぱりね動画一つ一つに新しい情報価値提供価値創造をしているもんだと思うんですよじゃあどんな価値提供価値創造なのかなっていうのは結構ねはっきりとしてないものもありますけどもただ動画を作作作るっていいう業業の作業者にはならならようにしますよねこの自分の動画作成の中にどんな意味を込めるのかそれは視聴者さんに提供する意味なのかそれとも自分自身に対する意味なのかこれはね両方あるんですけども おまあただね作業をするようにやっつけるような形でやるってことはないようにしてますねえもちろんその中でもまあなんていうのいわゆる雑談であったりとかテーマの絞れないものとか自分でもわけのわかんないもの出したなってのはあるんですよでもそれはメインではなくってたまに出てくるってことなんですよねまあそういうふうなね、あのー、言ってみれば歪みっっててののはあってもいいいかなと思いますえむしろ100個中100個がね意味やそれから価値を込めるものっていうことではなくても 感満っていうのかな。厳しいところと緩いところっていうのを、まあ、自然にそういうのは出てくると思いますんで、あ、この動画まずったなと思っても出すって感じなんですよ。それが言ってみれば、あの、サムネイルを間違った動画ですら出しているって感じですよね。それに気づいてるけども修正しないっていう形です。それは自分がその時に間違えた、その時の気持ち、そういったものを正直に YouTube というメモ帳に残しているって感覚ですね。そういうのもあるんですよね。まあ、私たちは、やっぱりこう、 あらゆる選択を間違えてこなかったでではないんですよねむしろ間違えたことをたくさんやってくる中でいろんな気づきや学びがあって次の選択にそれを生かしてるってことなんで100個中100個の選択に間違いませんでしたって人いないと思うんですよ最善を尽くしてその時に決断したものが後になってみたらあれはまずかったなって思うこと結構あると思うんですよでそれをですねいやあれはあの時で良かったんだじゃなくてあれは確実に判断ミスったよねとごめんなさいね違うよねと。 だから次はもっと頭使っていかないでねっていうふうな気持ちにこう切り替えていければいいんじゃないかなと思うんですよ。だからね、間違えたことを指摘されて恥じる気持ちはないんですよね。あ、本当だ、間違ってるわ。いや、まだ若かったね、みたいな感じでいいと思うんですよ。それがね、いろんな理屈をつけて、いや、これはこういう理屈でよかったんだよって言っちゃうと、結局はその自分でも間違えてることをそれに気づいてるのにあの、恥ずかしいから認めないっていうのが最も恥ずかしいし、自分の行動とね、過去、判断を歪めちゃうことになると思うんですよ。 いいじゃないですか間違いをいっぱいするわけですからコメント欄でそれを指摘されてもいいじゃないですかねいや間違えることありますからねみたいな私は大した人間じゃないんで間違いご指摘その通りでございますでいいと思うんですよそこでね口論になったりとかね、えー、だったらお前がやってみろみたいなね橋本徹さんみたいなことになっちゃうんじゃなくっていやそうなんですよ間違いだらけですよでも稼げてるんでありがとうございます それでもあなた来たでしょあ,ありがとうございます。<laughs> これでも人は集まるんですよ。みたいな感じですよね。だから YouTuber としていろんなね、核を求める人っていると思うんですよ。情報発信においてこれはないんじゃないのとかね、視聴者さんの気持ち考えてないんじゃないのみたいなことはあると思いますけども、すべ、うん、てに配慮もできないし、私の個人的な意見が他の人と合わないこともあるのは、それ百も承知ですけども、実際それでアクセス集まってるじゃないですか。 私はアクセスを集めることが目的でやってるんで、だからこれでいいんですっていう言い方もできると思うんですよ。じゃあその方がね、コメントを書いた方が、もっといいやり方をやったらもっとアクセス集まるんじゃないのって言っても、じゃああなたの YouTube チャンネル見してもらえますかって、ここにコメントを書く以上、あなたにも動画アップロードの、なんかね、その実績ありますよねって見にコメントを返せば、まあ、多分そこで話は終わると思うんですよね。<laughs> まあ別にね、論破することが目的でも何でもないんで。 自自自分分の道は自分ででで由にやりたいすすってことなんですよねその結果自分の人生が成り立っていなければちょっと考えるところありますけども、まあ、タカさんねやっぱり立派にご家族を養ってらっしゃいますしこの YouTuber という道その一本の道をまっすぐ歩いてらっしゃってそこには信頼がやっぱり根付いてますしねタカさんを好きな人もいるしそうじゃない人もいるとだから両方存在しますんで他人は無限に出てきますから その一人一人にいちいち自分の人生を左右されるんではなくて、折り合っていける人だけ折り合っていけばいいのかなと思うんですよ。それが家族であり、視聴者さんであり、自分の熟成さんでありってことなんじゃないかなと思います。少なくともタカさんと一緒に過ごしたい人は、こういった動画のやり取りをものすごく心いいもんだと思いますし、タカさんがどんなことを言ってもそれを好意的に解釈する知恵を持ってると思いますんでね。えー、そういったいい関係をこれからも作っていければなと私も思ってますんで、気になる男シリーズ、これからもね。 仲良くしていいただければと思います、まあ、そもそも「気になる男」ってのは「皆さん気になる男が出てきましたよタカさんですよ」っていうふうな掘り組めだったんですけどもこうやって続けてみるとね全く逆ってことが分かっていただけると思うんですよだからこの「気になる男」シリーズっていうタイトルもなかなかいいでしょじゃあどういうふうに変わってきたかっていうとねタカさんがあれもこれも気になるよっていうふうに言い出したって感じることだと思うんですよ。もともとはタカさんっていう人がいるけど皆さん気になりますよね ももっともっととさんを知りたいですよね。動画見ていきましょうよっていうふうな呼び水だったはずなのにでもそうではなくてタカさんから見てもねいろんなことを気にしてる気になる学び気づき発見があるそういうことを拾い上げれることができる男なんですよだからタカさんは動画をたくさん作ることができるだってどんなものに対しても気づくんだもんどんなことに対しても興味持てるんだもんということで一番気になってる男はタカさんだったのかもしれないですね。 タカさんがあなたのことも気にしてるし私のこともナミさんのことも吉谷さんのことも多くの方のことも気にしてくださるそして今回みたいなコメント欄で交流している人のことも気になっていただけてるってことなんでタカさん自身がね世界を気にしてるということなのかなと思います、えー、そして次はねキーワードとしては大きなことをやるやらないっていうことなんですよ大きなこと一体何でしょうか皆さんの思う大きなことってどんなことだと思いますこれは非常に簡単なんですよ大きなことの 中でひらがなを抜いいてくださいそうすると大事ってなるでしょ大事なことなんですよ大きなことっていうのは自分につ対してね大事なことは全部大きなことなんですよ世の中の大きなこと大事業とかね大会社とかね大きな政治的なこうやり取りとかそれも大きなことですけども私たちの中の大きなことっていうのは YouTube 一本でね家族を養っているっていうタカさんの,その実績ですよこれってすごく大事なことであり大きなことだと思いますよ 多くの方が、どっかに作られた会社に、お他人様の作った会社に入れてもらって、そこでなんとか生計を立ててます。でも、タカさんは、お他人様の作った会社に入ってるわけではなくて、YouTube や Google っていう仕組みをただ活用してですね、そこの無料のソースを集めて、お金に代わるような付加価値をつけて提供していることによって、家族を養っているんですよ。これまさに、無から有を生んでる作業を毎日してるってことなんですよね。じゃあ、YouTube クリエイターって誰のことって言ったら、タカさんのことじゃないですか。 だから YouTube で価値を提供してその価値を価格に変えてお金を集めているっていう作業をできるようになったらみんな素晴らしいことだと思いませんか今 GDP っていうのは製造業というね昔のように機械を作ったり車を作ったり飛行機を作ったりっていうものではなくなってきてるんですよ。今 GDP っていうのはサービスという形のないもの誰かの代わりに何かをしてあげるっていう行動が GDP を作ってるんですよ。でそう考えたら昔の GDP とか GNP っていう指標って ななんか時代遅れになってきてきる今 YouTube で価値を作れる時代ですよ。でも世の中の見える財ってのは増えてないんですよね。見えてない財とか価値ってものが増えてるんですよ。その価値は何かって言ったら人が感じるものの大きさってことなんですよねだから世の中にはたくさんの不幸とか喜びとかエンターテインメントありますけどもこれ全部心の変化のことなんですよね。じゃあ家族が4人家族がいますこっちにも4人家族がいます。 ロットとしては同じで同じように家を建てて家具を入れて車を買っていますけどもじゃあこの昭和型の GNP の作り方 GDP の考え方物が売れました買いましたってもの,のやり取りのただ物体の GDPGNP ってものを考えると分かりにくいんですけどもその家族の中での豊かさとかね喜びとかそれとも殺伐した家族とか離婚すんでみたいなところ。 こういうふうな心の中っていうのを GDP で測れるでそうかってことを感じたら測れないですよね。だから本当は経済指標で新しいものを私たちは見出さないといけないのかもしれません。GDP、GNP なんて、所詮生産した物、物の量のことですからね。今,今は生産する物ってのがあんまり売れないんで、サービスに対して GDP っていう価値がついてるはずなんですよ。だから、この国内総生産っていう指標が果たしてね、 国の豊かさや国の強さを示しているのかなと思ったらそんなことはないんですよね例えば経済大国日本今でも GDP とした世界トップ3ぐらいにいるんですよでも幸福度ランキングではかなり下なんですよねこれは一体どういうことでしょうか物が溢れていても財やサービスが溢れていても幸せや不幸を感じることにはあんまり関わりがないってことがなんか証明される こととのの一つの要素ででもあると思うんですよさあその中でね人が喜びを感じるために楽しい動画喜びの動画癒される動画こういったものがたくさん作られてきたらどうでしょうか、ね、仮に自分の家が賃貸でも車が中古車でも動画によって自分の豊かさがものすごく膨らむんだったらそれはやっぱりユーチューバーとしての価値提供が成功してるってことでもないかなと思うんですよ。ね 楽しいいいいお笑いの動画を見たらいい気持ちになりますよね誰かがグルメのチャンネルで美味しいものを食べていたらなんかちょっとねあいいものがあるな美味しいものがあるななんか元気出てきたなみたいになるかもしれませんでそういったことの繰り返しの裏側でその活動が家族を支えてると思ったら人を癒し人を喜ばして人を感動させるような動画を作った裏側で家族も支えるみんないい方向になると思うんですよね だから、アンチコメントなんて誰もね、豊かにしないんで、そんなのはもう、無視無視なんですよ。アンチコメントを書く人、アンチコメントを書くことによって、何かの喜びや価値を得てるわけですから、それすらね、良かったね、で、その一言で通り過ぎればいいと思うんですよね。はい。で、タカさんが言われてましたけども、今ね、私たちは誰と関わって、どんな会話や価値のキャッチボールをしてるのかってことなんですが、これはね、私も同じですけども、 YouTube を通じて交流する人が人間関係のすべてこれで家族を支えてるんですよどうでしょうかね YouTube を通じて関わる人で家族を支えてるんですよだから YouTube を通じて関わってない人っていうのはもうすでに私は高さの人脈からいなくなってるんですよこれがシンプルに自分の人間関係をするってことであってチャチャを入れる人は全くいないんですよねもちろんこちらから求めて YouTube に関係ない人の コミュニティに行くことはできます。そこで学び取ったものがまた YouTube で反映されるってことですよね。で、そう考えていくと、もうね、アンチも学びであり、アンチじゃない人も学びであり、すべてが想像なんですよね。クリエーションなんですよね。アンチからも何か価値を想像して自分がアウトプットする。例えばね、こういったコメントが私も最近入りました。あなたの動画は、これは見る人をね、すごく誤解して呆れさせますよ。とこんな動画作るべきじゃないですよ。 っていうふうに書いてあるんですよ。それはその人の価値判断でしょう。でも実際に私はこれで今まで10年間やってきたんで、そんなに大きく間違えてると思わないんですよね。もちろん私の考えにそぐわない人はいるでしょう。でもその人は、あの、視聴者数から外れていくんで、迷惑かかんないじゃないですか。久保哲郎の動画を再生した結果、この人の考えは合わないなと思ったら、その人は繰り返し繰り返し私の動画を見ることはないんですよ。 だからこれでお互いに選択してるんですよね。でも私の動画から何か学びを得れる人とか気づきを得れる人とか喜びを得れる人ってまた動画を見たりとかチャンネル登録するわけなんですよ。でその人と共に私は自分の暮らしを作ってるんですよね。今チャンネル登録1万5000人ほどになりましたし再生数もまあまあ出てきました。ね、トータルでの再生数ですけどね。でもそれで私は家族を養っておそらく YouTube をアップロードする人の中でも まあまあうまくいってる方だと思うんですよ。少なくとも YouTube をアップロードせずに YouTube を見てるだけの人よりは豊かだと思うんですよね。だからこれは物質的にも豊かだと思いますし精神的にも豊かだと思うんですよ。だって自分の意見と遭遇ある人ってどんな人にもいるでしょう。会社に出勤しました。自分の気持ちとは全く関係ないことを言ってくる上司、部下、先輩、後輩、取引先、お客さん、山本いるでしょう。じゃあその人に対していちいちね。 いやあなたのやってることっていうのは誰も喜ばせないですよってコメントするんですかしないでしょ我慢してやるわけでしょで、私みたいな動画に対しては、こいつはいくらでも我慢せずにコメント書いてやるみたいな、なるわけですよ。うん。そういう場所を私は提供してあげてるんだから、喜んでくださいっていうふうにアンチの人には言いたいですけどね。まあ、おかしなコメント書く人には反応しないのが一番ですよね。あの、キーボードのタップ一つだって欲しいですよ、そういう人には。 で、たまにそういう人をネタにするときはこうやって動画の中で喋るってことでもう十分かなと思いますんでね、はい、でアンチからも学びアンチからも新しい動画の創造、新しい価値を創造するっていうことを、まあ、私は成りわとしてるのかなってことですよねえそして次のキーワード変化するって何でしょうかってことですよね変化するっていうのは大きく自分の人生が変わるっていうのをまあ思いがちなんですけども結果的にはそうなんですよそうなんですけども変化するってことはねもっとシンプルに考えてみてほしいんですよ 小さなことを侮らずに、大きなことを恐れずに、コツコツと、本当に小さなことをね、積み上げることのできる人。こういう人ってなかなかいないんですよ。小さなことを積み上げることができる人。ね。コンスタントに同じことをできる人。これなかなかいないんですよ。だから、こういうことができるようになるってことが変化なんじゃないですか。多くの人は、やりたくもないことを無理やりやってたりとかね。いろんな、つじつも合わせながらごまかしたりとか。 後回しにしにたたこととををずっっっ手をつけけててなかったりってあるわけですよでもそうじゃなくって例えばね後でやろうって言ったのの後を10秒後に設定するとか1分後に設定するってそんなに難しいことではないですけどもやらないですよねまだね、うん。そして小さなことをコツコツ積み上げるっていうのは何度も聞いたことがあると思いますけども結局何かやったことありますっつったらいや何もやってませんでしたって話でしょ。でも例えば野球部とかサッカー部に入った人なら分かると思いますけども。 一年生の時は毎日コツコツでしょ。二年生の時も結局は毎日コツコツでしょ。三年生になったらいよいよ自分の世界だと思ったら引退でしょ。そういうもんなんですよ。コツコツをほとんど続けてきても日の目を見るのは一瞬なんですよ。YouTube 動画一本を作るにしてもね、その裏で準備してるものってのは本当にコツコツですよ。そのコツコツの集大成がたった一部表面化するのが YouTube の5分とか10分の動画ですよって話なんですよね。 そそれこそ今までの人生全部を投入して20分30分の動画を作るこのバランスなんですよ見えてないものがほとんどなんですよ私たち YouTuber としていろんな動画を表現しますけども1万本撮ろうが10万本撮ろうが人生の一部しか表現できないんですよだからコツコツっていうのが本当に大事なんですよねだから変化するってのは何っていうことは本当にね魔法のようなことではなくって今まで何度も聞いてきた小さなことを積み上げましょうっていうのができているかどうかってことなんですよ それができるようになったら変化したね変わったねってことなんですよねで小さなことも大事なんですけども小さすぎてもダメっていうのがありますこれも忘れないでほしいんですよ、ね、だって期限があるでしょ人生には寿命があるからだから小さすぎることをコツコツ積み上げて全然成果が出ずに終わるってこともあるわけですよでその小さなことの積み上げが何年後に成就するのかなっていう期限設定をした時に 小ささの度合いも変えていかなくちゃいけないですよね。だって1万年ぐらい寿命があったら本当に小さいことでもいいんですよ。でも残念ながら1万年も私たちは時間が残されてないでしょ。勝負40代とか50代で何か小さなことをコツコツ積み上げてそれを表面化させようと思ったりね、一つの実績しようと思ったらまあ少なくともね、やっぱ1年とか3年ぐらいで期限切らないともう そっから先ないですよねだって40から始めても3年がか,かりで何かやったら43ですよ。その間にお子さんはどのぐらい育ちますか奥さんはどのぐらい年齢重ねますか金利はどのぐらい私たちの生活を圧迫しますか税制は社会保障はどんどん変化するでしょだからそれに合わせてそれ以上の小さなことを積み上げないといけないんでそれこそレースですよね。小小ささすすぎぎたら小さすぎる変化は世の中の中 変化に対して小さすぎる。まさにねそのぐらいの変化じゃ追いつけないですよってことになるわけですよだからそういうことも忘れないように小さすぎてもダメでも大振りしても空振りするよってことなんで小さなことをコツコツ積み上げるその小さな度合いもよくよく見ていかないといけないかなと思いますよねさあここまで話していってもうすでにね不労所得だとか側近ビジネスって考え方もうなくなったでしょこのぐらい治療が必要なんですよ 不労所得ですよって言ったらね、その情報を探りにいろんなセミナー行っちゃったりとかして、じゃあ不労所得ありましたかってないですよ。ね。こういうのを抜けることが大事なんですよ。不労所得って考え方。ね。側近ビジネスっていう考え方を抜けることが大事。やっとスタートラインですよ、だから。ね。少なくとも稼いでる人はね、側近ビジネスとか不労所得って稼いでるわけではありません。ね。よくネットワークビジネスのセミナー行くと、不労所得の例としてね、家賃収入を上げる人がいますよね。 マンション経営、アパート経営で、そこに入居者が入れば、家賃が毎月チャリンチャリンって入ってきますよね。その不労所得をこれからネットワークビジネスで新しいモデルを作っていきますって言いますけども、冗談じゃないですよね。マンション経営、アパート経営したことがない人はこういうこと言うんですよ。マンション経営、アパート経営だってね、営業マンを使って入居者が借れないように一生懸命営業活動して、この物件に入ってくださいっていうふうに整列活動するし、内装もいちいち変えるんですよ。 ねクリーンアップしたりとかね住みやすい地域社会を作ったりとかそれこそ町内会に行って自分のオーナーたるマンションやそれから、えー、あれそううのアパートのこの管理組合がねきちんと機能するようにもう八方手を尽くして大家さんもそれから間に入る仲介業者さんもやってるわけなんですよこれどこが不労所得なんですか日々むちゃくちゃ忙しいですよ不動産で稼ぐってほっときゃ家賃が入るみたいなそんな簡単なことじゃないですよ だからね無責任なことを言わない方がいいんじゃないかなっていうのはここで言いたいですねあの実際に家賃が入ってくるのは何でかっていうとしっかりとした契約ができてるからじゃあ契約書書けますね5億10億の契約書って相当書けないですようんそれこそインターネットで写ってるテンプレートをコピーしてちょこちょこっと直すだけって思ってるでしょそんな簡単なものじゃないですからね、まあ、司法書士さんとかねそれから厚生証書とかね 法制役場にも行かないといけないですし場合によっては裁判所ってことにもなるわけですよそれこそ自分一人の力ではできませんから多くの人にお願いすることになりますお願いすればちゃんと報酬を払うことになりますこれのどこが不労所得なんですかねそんな側近ビジネスって何ですかって話ですよねそれはそこそこの力量があればねアラブの石油王が不労所得生まれてから死ぬまで自分は一回もお金を稼いだことがありませんでも稼いだことがなくても大丈夫なかり湯水のようにね あのお金はありますって人ならいいですよ人脈作る必要はありません向こうから来るんでっていう人ならいいですよいやでもねそんな人に普通の人はなれませんよ普通の人なんでだから普通の人なりにまあロー多くして実りなしの逆でロー少なくして実り多しみたいなルートはなんとか構築することができるけどもそこに至る道っていうのは茨の道ですからね多くの人が脱落しますよって話ですよ その道の一つにユーチューバーっていうものがあって、その YouTuber になるために、どんなことをすればいいのか、わかりませんよね。やってみたけどもなかなか行き着かないじゃないですか。だから、タカさんのたった2週間、たった3000円で、その入り口が見えますっていう構造があるわけですよ。そこに行かないとね、だからね、まずその2週間3000円ってものに、もうね、魅力が感じられないんだったら、まあ、もうそれは終わりですよ。ね。<laughs> 2週間でもダメなんですか <laughs> 3,000も惜しいんですかって話じゃないですかいやここに自己投資できないんだったらさすがにもうね言うことはないですよねだから早く問い合わせした方がいいと思いますよたかさんにね、うん、まあそのうち私もこういうふうな似た,子似た講座作ると思いますけども今のところそういうのをねやってないんで今この瞬間 YouTuber として第一歩を刻みたい収益を一日も早く上げたいって思うんだったらたかさんに3,000円払って2週間講義お願いしますっていいんじゃないですか2週間ですからね 2週間ってことは15日後にはもう終わってるんですよ。あっという間に15日ですよ。今年中に終わりますよ。ってことは今年中に稼げるわけですよ、YouTube でね。まあそういうふうな講座をやってますんで、タカさんの方にメッセージを送ったらいいんじゃないですか。はい。えー、でね、あの、稼いでる人ってのはどんなことができるのかってことを最後にお話して終わろうと思いますけども、私最近ね、ショート動画を撮ってるんですよ。特に昨日は、回転寿司をタカさんが利用してそこでね、 なんか1万再生取ったっての聞いたんで早速昨日行きまして私回転に寿司、に寿司郎に行って食べる前に5秒から10秒の動画を3,4本撮ったんですよ非常につまんない動画ですまあそれをねアップロードしてさっき開けたらまあ何千回かそれぞれの動画再生されてたんですよね、うん、これあの気づいたことをすぐやればこの数千回っていう再生数が私の人生にプラスオンされるんですよ でも気づいたことをやらなければこれはゼロのままなんですよねどっちの人生選んでいきますかこれが小さなことをコツコツなんですよ気づいたことをやってみるでも回転筋に行かなくたって別に身近にネタがあるでしょなんでもいいんですよ例えば水道をひねって水が出ますよねそこを取ってみてくださいそれすぐやってみてくださいこれ再生数上がりますんで,でそういったこととかですよさまざまあるでしょネタってのだからネタがないって見えてるものが見えてないんですよね だから、見えてないものを見ようとするんじゃなくてまずはね見えてるものを見ていきましょうってことですよ。まあ、素敵な家族の奥さんの笑顔もう見飽きたのかもしれませんけどもその笑顔の中に新しい魅力を感じてみてください。そしてその笑顔はどこから来てるのかなってことですよ。もしかしたら奥さんにプレゼントした時の笑顔かもしれませんし奥さんに「愛してるよて」ありがとうね」って言った時のその反応としての笑顔かもしれません。 自分が何もしてないのに奥さんがインターネットで別の男性と知り合ってニコニコしてる笑顔かもしれませんよねどうでしょうかねでコメント欄についてもお話ししときましょうタカさんのコメント欄で、あのー、視聴者さん同士が交流してるっていう図がありましたけどあれっていうのはねお店をオープンしてお客さん来るじゃないですかお客さん同士が仲良くなるみたいな感覚だなと思いますし 公園に行くとね子供を連れて公園に行くとママ友っていうのがよくあるじゃないですか私の場合はねまあお父さんが連れて行くんでパパ友っていうのはなかなかできないんですけどもママ友って公園っていう場所を提供したことによって生まれる交流ですよねでもそのママ友同士も公園を誰が作ったのかってことはあんまり意識してないと思うんですよでしょだから YouTube でコメント欄をつけて交流できるようにこしらえた私たちは YouTuber は 多分コメント欄でやり取りしてる人から見るといるのかいないのかわかんない存在なんですよね。でも確実にそこには瞬間的にかもしれませんけども交流が起きてるわけなんですよ。つまりは交流できるスペースを作りましたよっていう風な価値提供がコメント欄を開放することによっていつも生まれてるっていうことなのかもしれませんね。はい、じゃあ今回は以上でございます。気づいたことがありましたらね、様々なキーワードの中でお話しいただければと思いますけども次の114話ですか、この辺りもよろしくお願いします。 ちなみにね、こうやってカメラの録画ボタンを押して、ここまでノンストップで喋れるようになったのも、きっと YouTube をずっとやってるからなんですよね。はい、じゃあ以上でございます。よろしくお願いします。